ルースチャンネルをご覧の皆さん、プロレーシングゲーマーの山津です。さあ、というわけで今日は群馬サイクルスポーツセンターに来ているわけなんですけれども、見てください、スーパーカーがたくさんあります。ずらっとありますよね。はい、はい、というわけで今日はですね、レーシングドライバーの富林雄介選手と、そしてスーパーカー協会の会長でいらっしゃいます、はい、瀬山さんに、瀬山と申します。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあまずこちらの車、ちょっとオーナーさんに聞いてみたいと思います。はい、はい、なんて車でしょうか。ランボルギーニカウンタック、LP400S。 やっぱり王道スーパーカーといえばカウンタック、カウンタック、ね、そうですね、はい、この 400S というのはどういうモデルなんですか。もともとカウンタックは LP400 から始まって、400、はい、そこに、ウォルター・ウルフ氏が作った、いわゆるスペシャルが存在しました。その時にオーバーフェンダーが LP400 について、まあ、500っていうもの、カウンタックを作ったんだけど、まあ、オーバーフェンダーというのはこの部分ですね、この、もともとなかったものに、はい、ここなかったんですね、はい、初めてカウンタックの市販車としてオーバーフェンダーがついたモデル。じゃあワイドタイヤが履けるようになったんですか。そうですね、ワイドトレッドになって、はいはいはい、非常に皆さんがイメージするカウンタックの、まず、元になったような、なるほど、よく見るカウンタックのイメージかなと思います、うん、はい、はい、これまたいろいろと、なんていうんですか、すごすぎてどこからこうすごくないところがないです、ね、すごくないところが一つもないですよね。本物です。はい、はい、まあ、エンジンを見てもらえると分かりますが、 V12 気筒、サイドドラフトタイプといって、はい、これは三浦なんかと同じスタイルの、はい、キャブのレイアウト、まあ、エンジンレイアウト、はい、V12 になってますね。なるほど、はい、まあ、いろいろモディファイをして、まあ、完全なノーマルではないんだけれども、今現代に乗っても遜色ないようなスタイルに、ブレーキ、足回り、なるほど、いろいろなところで手を加えております。こちらって何年式なんですか、車としては。これは1982年モデルの最終の LP400 です。じゃあもう40年前ですね。40年もね、経ちましたね、はい、40年前でこのルックスってすごくないですか。すごい。元々の程度も良かったんだけれども、当然管理、しながら、やらないとやっぱりこういう状態では、はい、保てないかなとは思います、はい、という、はい、まあ、中も一応見てください、はいはい、僕中ですごく気になったところがあってですね、はい、これなんか内装これ張り替えられてる、これもうほぼフルレストアに近いような状況で、しっかりとやっぱりその当時のものを、ちゃんと、また、作り直してるという感じなので、はい、一見、新車種のような雰囲気だと思いますけど、はい、まあ、一応この辺は手が入ってます。右側のサインはどなたのなんですか、あれは。これはファビオ・ランボルギーニさんといって、まあ、そこのドアにもありますけれども、はい、フルッチオ・ランボルギーニさんの甥っ子さんが日本に来日した時に、はい、一緒にドライブした時に書いてもらいました。すごいですね、本当に優勝正しい車なんですね。ですからもう本当にこのコンディションを見て喜んでくれましたね。見れば見るほどお聞きしたいところが多すぎて、ハンドルもフォーミュラー当時 の X3 の、はい、F3000 ですか、はい、ステアリングを、手に入れることができたのでちょっと私の体格だと非常にコックピットが狭いんで、はい、少し余裕を持った、ポジショニングにするためにこのレーシング用のステアリングに変えてあります。次はこちらのピンクの日本代表する車ですよ、はい、これはね3号ですね、 GTR ですね、はい、GTR、はい、じゃあちょっとオーナーに聞いてみたいと思います、はい、まずお名前から、はい、のんちゃんアールと申します。はい、あれ、オーナーさんなんですか。そうです。あれ、僕のんちゃんアールさんお伺いしたことがあるようなあれれないような気がするんですけれども、前回は AZ 運賞を、そうですよね、はい、出させていただきました、はい、この車のポイントはどんなところですか。ポイントはですね、もともと赤いボディだったんですけど、はい、ピンク色にラッピングしました。おお、はい、全部貼って後ろはピンクじゃなくてちょっとデザインの横に GTR っていう、はい、切り返し。ここは元色なんですか。これは貼ってます。これも貼ってる、はい、これも貼ってる、これも貼ってる、はい、あ、そうか、元が赤か、はい、でも全部貼ってます。おお、はい、でもこれ艶消しピンク良くないですか。かっこいい、かっこいい、マットメタリック、マットメタリックで、はい、あと GTR のエンブレムの R っていうのは赤いんですけど、それもピンクに貼ってます、うん、あ、
あ、エンブレムですか。あ、本当だ本当だ本当だ、はい、これもピンクです、はい、ピンクですね、確かに、はい、言えないおしゃれですね、はい、これね、いいですね、はい、ところどころに小ネタを挟んでます。内装もピンクになってるんですか。これは内装もピンクにしてます、ちょっとぜひ見せてください、はい、ありがとうございます。お、すげえ、すごい、そうです、すごい。ハンドルは貼り替えてもらいました。あ、はい、そうなんですね、はい、元々の革を全部こう、はい、はい、で、その張り替え屋さんがいるので、はいはい、うちのボディに合わせてほしいということでピンクとグレーにして、へえ、糸の色もピンクにしたり、はい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 、ちょっとスポーティーにして上ちょっとアクセント入れてみたりとかして、はいはい、というわけで続いてのお車にやってまいりました。またかっこいいんだこれが、ネトミね、エロいでしょ、はい、エロいでしょ、エロいですね、非常に、はい、ありがとうございます。え、でも瀬山さんお若いですよね。いや、かなり学生です、学生、しかも将来医者になるんだよな。そうですね、なるほど、はい、医者になる。今ちなみにおいくつ。今22です。22歳、自動車部、自動車部、自動車部です。筋金入りの車好きです。大丈夫ですか、自動車部この車で行ったら。なんかこの車でジムカーナをします。素晴らしい、本当に車好きだ、はい、はい、これって純正ですか、このカーボンの。これはノーマルで純正です。あ、純正で、はい、純正でこれなんですか。このカバーがついてる。はい、このカバーです。へー、すごいっすね。すごい。これ車重だって1000キロぐらいで、車検証で1050です。軽。だからロードスターよりギリ軽いです。だってモノコックカーボンですよね。カーボン、確かカーボンなんですかこれ。そうそうそう。マジで。モノコックはこの通り。すごっ。レーシングカーじゃん。レーシングカーだよこれ。もうドライカーボンですね。あ、これドライカーボンか、はい、しかも。そうです。すごいね。ダラーラの車体とか作ってるところで作ってるらしくて、はいはい、今だと MC20 を作るラインと同じなんで、ちょっと作るのをやめちゃったんですけど。もうこれね、終わりだもんね。はい、新車買えないから、もう貴重な車なんですよ、これ。もう新車買えないんですね。買えないんですよ。ギリギリ最後で滑り込みで買いました。この車を22歳で、しかも将来お医者様になられる方が乗ってるって。はい。2代目だっけ？2代目です。2代目？ 2代目です。大好きなこの車、2代目でも。もう大好きですから。はい。スーパーカー界の将来を担いますから、彼は。はい、将来の会長さんってことですか？間違いないですから。間違いないです。いやすごいな。これ何？いや待って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 。感じで空いてますね。テンポ良すぎる感じ。テンポ良すぎるぐらい狙ってたかのように。はい。売りですもんねこれがね。はい。あっけーマジで。いやこれはすごいですね。まずでも車ですよ。まずホンダの NSX。これは NA1 ですよね。NA1。はい。電気型になりますね。だって NSX だけでも貴重なわけじゃないですか。ですね。見てくださいこのドア。いたずらしちゃいましたね。でも思い切った選択だったじゃないですか。そうですね、目立ちますからね。すごいな。まあやっぱ和製スーパーカーって言われてましたもんね。僕本当にお金があれったら NSX 欲しいんですよ。あ、確かにね、いい車だもんね。あ、こういう風に閉まるんだ。出てあげる。出てあげる。内張りが当たっちゃうんだよね。あ、はい、どうしても。出て。どうしても内張り当たっちゃうから。出てからあげると。あげる。なるほど、こうなってるんだ。ガルウィングですよね。一応ガルウィングって名前じゃない。これはなんていう名前。どうなんですかね。まあ、どうなんですかね。シザードア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 。これは何かの車に憧れてとかじゃない。やっぱこれを買った時にもう20年ぐらい前なんだけど、はい、ディアブロ。はいはいはい。ランボルギーニ。やっぱスーパーカー世代なんで。うん、ドアが上がるのがスーパーカーみたいな。まあまあですね。まあね、わかりやすいですよ。それがね。はい。どんな感じですかね。いやでもかっこいいっすよ。こんな。かっこいいです。本当に。はい、いやいいな。でも僕気になっちゃったんです。色が一緒だ。あら。言われてみたら今日。そう、色が今一緒だなと思って。スーパーカー赤がね。やっぱ赤が、はい、赤ですからね。はい、あ、今日これでステージショーで来ましたから。はい、名前と車の紹介を。マセラティの。セラティのグランツーリスモと、はい、じゃあフェラーリのエンジンが乗っかってるように、はい、F430 と同じ、あ、F430 と一緒なんですか。はい、430と一緒なんですね。はい、で入ってるこっちちっちゃいから 4.2。おお、でも 4.2 リッター。4.2ですよ。4.2。僕の車の倍ですね。はい。本当に。比べちゃいけないですけど。比べてはいけないです。はい。はい、一番こだわりのポイントっていうのはどこにあるんですか。こだわりのポイントですか。うちはも
ともと電装系やってたんで、はい、電装系をちょっと力入れてました。あ、そうなんですか。そこの車にカーナビとかつけてみたりとか。はい、じゃあなんか見ないとダメですね。そうですね、はい、だからそうですね。あ、なんかでかいのついてますね。あ、すごい。すごい。でかい。でかいのついてますね。で、上にもレーダーとかもつけてやったりとか、そこにドラレコだったりとかって形になります。はい。またこの内装がめちゃくちゃいいですね。かっこいい、この革のタンの色が。はい。ハンドルももともと革なんですか？あ、こちらになりますね。はい。ゴージャスですね。ウッドステアリングで。はい。おしゃれになりますね。結構広いですね、なんか。あ、そうですね、意外と思ってたよりも広くて、このクーペスタイルでリアシートにしっかり乗れるのっていうのはなかなかなくて、まあ、まさかベントレー、コンチネンタル、ジンディとかそんな感じなんですよね、クーペスタイルで。だからこれすごいですよ、この車、居住性が。確かに全然後ろ座れますもんね。まあ、うん、その代わりにトランクは狭いんです。そうっす、狭い。あ、そうなんですね。ゴルフパック入んなかったっす。あ、そうなんですね。トランクとのせめぎ合いなんですよね。なるほど、まあ、長さ決まってるもんでね、トランクを取るか。でも本当これ何でも使える実用的なね、そうなんです、車ですよね、はい、何でも乗っかっちゃう。そうなんですよ、この車、はい、うん、私も大好きですこれ、はい、大人のおしゃれ感が、大人のおしゃれだね、はい、僕らもいつかこういうのに乗れる大人になりたい、ね、なりたいね、似合う大人になりたいよね。いやいやいや、まだまだちょっと僕の身分が、勝手に乗ってれば似合うようになりますから。本当ですか。はいはい、まず買いましょう。はい、そっからですね。はい、車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。